こんにちは、はじめまして、茂木耕作と申します。動画書評を見ていただいてありがとうございます。自分を愛する技術についてですね、まあ、書評というか、僕が感じたことをちょっと話してみたいなと思います。まあ、内容についてはですね、いろんなレビューで書かれている通り、まあ、本当に感動的な物語の形式で、まあ、どうやってどんな側面から自分を愛していくかという一つ一つの技術がですね、書かれて自然に染み込んでくるような、まあ、そういうストーリーの展開だなというふうに思います。で、単純に感動するとか共感するとかっていうんじゃなくて、具体的な技術が自然に入ってくるっていうのがですね、この本の僕としては素晴らしいところだなというふうに思います。まあ、実際その加藤修士さんっていう人材育成のプロフェッショナルですけど、まあ本当になんていうんですかね、辛い状態の人たちにたくさん関わってきた上で、なかなか自分を完全に否定してしまっているような人たちにたくさん関わってくる中で、その人たちがどんどん自分を愛していくようにですね、関わり続けてきたっていうのですね、まあ、その技術がこのストーリーの中に自然に一つ一つのシーンでですね、入っているんだなと思います。で、まあ、物語のケータンっていう主人公がですね、まあ、会社を辞めて挫折した直後のところから、まあ、親との葛藤であるとか、それから、まあ、学生を教えるということに挑戦するんですけど、まあ、学生を教えることでなかなかうまくいかないことがあったりとか、まあ、そういう物語のシーンのいろんなところでですね、単純に自分のこと好きですか嫌いですかって言って、まあ嫌いですと答えるにしても好きですと答えるにしてもですね、単純な話ではなくて、どんな側面から見た時に自分を好きなのか、じゃあこっちの側面から自分を知っててそこを愛せているかどうかっていうのは意外と把握できてないと。無意識に愛せてる部分もあるし、実は無意識に自分を否定してる部分もあるっていうのはですね、この物語の中でですね、自然に気づかされるなというふうに思いました。で、まあ、僕はですね、立場を貸しますと海洋研究開発機構っていうところで、研究員、気象学の研究員をやってるんですけど、まあ、あと東京学芸大学の非常勤講師で、教員養成課程の学生を教えてたりするんですけど、まあ、教育っていう面からするとですね、まあ、非常にこの物語はですね、マッチする部分、シーンが多いなというふうに思いました。特に、まあ、主人公が受験生を教えてるシーンが、いろんな受験生、難しいタイプの受験生を教えていく中で、まあ、挫折があったり葛藤があったりっていうシーンがあるんですけど、まあ、そこで感じることっていうのはすごく僕としては共感する部分が多くて、こういう技術が必要だったんだな、その向かい合う相手に対してうまくいかないときにこういう技術があればよかったんだなということにたくさん気づかされたという本ですね。で、自分を愛するっていうことがですね、まあ、なんで人を教えるとかいうことに関係するのかっていうのは、まあ、直接ピンとくるかっていうと来ない人は来ないかもしれないんですけど、まあ、物語をそしてまず楽しんで読んでみると結果的には納得するだろうなっていうふうに思います。で、まあ、内容も素晴らしいんですけど、やっぱり、まあ、自分にとってためになったっていう意味もあります。その 親でもあるので、教育、親としての教育っていう意味も、大学での教育っていう意味においても自分を愛する技術っていうのがいかに根底として重要なものであったかっていう意味で、自分にとってももちろんためになりましたけど、もう一つはですね、やっぱりこの本がすごいなって思ったのはですね、この本プレゼントしたいなって思った人がすぐ具体的に思い浮かんだってことですね。親として友達のパパともママともがいるわけですけど、あの人にあげたいというふうに思ったので、まあ一冊買いました。で、あとは子供がお世話になっている学校の先生ですね、学校の先生もこういう葛藤があるだろうなと
でこういう技術必要になるシーンたくさんあるだろうなっていうふうに思ったので、具体的に思い浮かんでもう2冊買いましたね。という感じでですね、プレゼントしたくなる相手というか、そういう人がすぐ具体的に思い浮かぶんですね。そのシーン、どこのシーンがプレゼント したくなる相手を思い浮かべるかに、関係してくると思うんですけど、僕の場合でいくと受験生を教えてるシーンですよね。やっぱり子供に向き合う時のシーンであれば、啓太自身と父親との関係とか、啓太自身と母親との関係とかっていうところで、子供にどう向き合うかっていうところですね。それで例えば親友達にプレゼントしたくなるっていうのはですね、非常にシーンごとに、ここ読んでもらったら非常に喜んでもらえるだろうなと素直に思えると、そういう本ってちょっと不思議な感覚なんですけど、自分にとって役に立つっていうだけで終わらなくて、これはプレゼントして読んでもらうと、その読んでもらった人も間違いなく確実にシーンのどこかに共感して役立ったり、あるいは救われたり、何かを乗り越えたりっていうことにつながるだろうなっていうふうに具体的にイメージできるっていうのはですね、そういう本ってなかなか僕は今まで感じたことがなかった感覚なので、それがこの本のすごい大きな、今まで読んだ普通の物語だとか感動作とか、良書と呼ばれるものとちょっと違う感覚を覚えたところだなと思いました。ということですね、書評、内容の書評そのものっていうよりは感じたこと、教育に関わるものとしての感じたことということですね。この本のを読む上でのですね、参考にしていただければ幸いです。ありがとうございました。